皆さん、привет、こんにちは、ナシタとナシタです。はい、今日はまたナシタと一緒に動画撮ります。ダブルナシタ、 お楽しみにしていました。だね、今日はね、美味しいテーマになりますよ。食べ物について話します。日本のね、そう、ナシタはね、日本に行った時に多分いろんなものを食べてみたと思うんですけど、本当ですね。その食べ物の中で、料理の中で何が一番気に入ったか、うん、あと何が感動したか、まあ、聞いてみたいと思いますね。で、何が気に入った？実は、日本人が食べ物を出す方法を重要にしていることに気がつきました。例えばレストランに行ってもアニメを見ても、うん、食べ物の形とか色が綺麗ですごく食べたくなります。そっか、確かに美味しそうに見えますね。なんか盛り付けとか、あとアニメだとね、絵もすごく綺麗に、なんか美味しそうに見える。アニメだけど、でもすごく本物っぽく見えるね。はい、そうですよね。そして私にとっては一番感動した食べ物は天ぷらだと思います。おー、なんかちょっと珍しいかも。え、なんで天ぷら？そう思いますが、でも私にとってはこれは、うん、ちょっと長くて面白い話だと思います。私にとっては、例えば野菜、今現在野菜が好きですが、子供の頃にちょっと嫌いでした。確かにね、子供って野菜あまり好きじゃないんですよね。私も好きじゃなかった。そして毎日母が野菜を食べさせて、なんかずっと同じ食べ方で、うん、だいたいつまらなかったでしょうね。そして初めて、人生で初めて天ぷらという料理を食べてみて、これはびっくりするほど美味しかったです。お、ちなみに天ぷらをどこで初めて食べてみた？あ、これはミンスクでした。ベラルーシの州都です。私のふるさとは小さいな町なので、こういう料理が珍しかったです。なるほどね。じゃあここで日本の天ぷら食べてみて感動して、日本にいた時に日本の天ぷらの作り方とか食べ方を、うん、味わいたかったです。そして日本の天ぷらは本当に最高でした。最高だった？そう思います。魚でもエビでも野菜でも美味しかったです。本当に素晴らしかったです。今でもこれは人生の中で、うん、本当に明るい思い出だと思います。うん、確かにね、私日本で天ぷらを食べたことあるんですけど、なんか美味しいんですよ。サクサクしてる、あとエビもね、美味しいんですね。まあ野菜も美味しいんですけど。私は、うーん、多分エビと野菜と一緒に食べたら健康的なものになるでしょうね。確かにね、油で揚げるけど、はい。でも少しだけ食べたら、なんかラーメンと比べてもしかしたら天ぷらの方が体に優しいかもしれません。そう思いませんか？わかんないな。私はラーメンも好きなんですけど、天ぷらも好きだけど、まあ、全部ね、少しだけだったら大丈夫だと思う。天ぷらもラーメンも食べ過ぎは良くない、どんな料理でもね。そう、気をつけなければなりません。そうだね。でもね、料理が好きだったらラーメンとかね、あと天ぷらとかね、まあたくさん食べたいんですよね。美味しい、恋しくなった？はい、恋しくなった。ちょっとだけ。では2番目は何だろう、うん、伝統的なお菓子という和菓子です。和菓子、はい、面白い。和菓子ね、ベラルーシのお菓子と比較したら日本の和菓子はちょっとだけ、うん、自然と関係がありそうです。例えば色が、うん、すごく綺麗で、うん、味も気に入って、これは理想的な食べ物になりました、私にとっては。なるほどね。確かにね、私も和菓子食べたことあるんですけど、形はめちゃくちゃ綺麗んだよね。あとなんか桜の花の形知ってるし、なんか葉っぱの形も知ってる和菓子もあるし、そして、うん、マジと一緒に食べてこのような特別な味が出ます。例えばマチが甘くなくて、うん、そういうお茶と一緒に、うん、甘いお菓子を食べて
大体味が美味しくなると思います。うーん、まあ確かにね、相性がいいね。そっか、私はね、初めて和菓子を食べた時に、茶道の時だったんですね。勝手になんか想像した味だったんだけど、食べてみたら全然違くてちょっとびっくりしました。まあロシアだとお菓子はめちゃくちゃ甘くて、まあ、なんかクリーミーな感じが多くて、まあチョコレートの味とかだから、そういうような味かなって想像したけど、食べてみたら全然違くて、なんかそこまで甘くないし、なんか健康的な感じだったんですね。そうですよね、私もさ、どうの時でしたが、これは私の想像に合いましたので、大体大丈夫でした。大丈夫だった。そう。そっか、知識の方が多かったね。私はその時になんか、全然和菓子のこと知らなかったし、そもそも和菓子が出るとも知らなかったし、なんか急に出て食べてみてって言われて、わあ、こんな感じかだった。さようでございますか。これは本当に日本の特徴だと思いますので、和菓子をぜひ食べてくださいと友達に言ってあげます。なるほどね。ちょっと私ももう一回、まあ、日本にいたらね、食べてみようかな、和菓子を。もうどんな味だったかも忘れちゃった。あ、はい、ちなみに わらび餅とか大福とか好き？はい、大好きです。美味、ね、しい。実は私はいろいろな味を味わうことが好きなので、ずっと私の環境とか、ベラルーシと違っている食べ物を食べてみることも好き。うんね、私も好き。面白いからね。体験するためにね、面白い。なんか食べたことないものを食べるのは楽しいし、やったことないことをやるのも楽しいしね。人生とか生活がこのような、方法で明るくなると思います。確かに、まあね、いろいろ、なんだろう、そう、人生が彩りになる。はい。なんかかっこいいこと言いたかっただけ。さすが。できたかな。なんかびっくりしたことはなかった？なんかびっくりした食べ物とか。食べ物のわけじゃないのですが、来日する前に生魚を食べているものということを知らなかったんです。ああ、なるほどね。なんか日本では生魚、まあ、食べれると知らなかった。はい、 なんかこういう事実を知らなかっただけです。例えばベラルーシではずっと料理の中で生魚とか生肉を、使われていないでしょうか。そうだね、ロシアでもね、生肉とか生魚とか食べない、あまり。そしてこれは、本当に面白い体験でして、人生で初めて日本で生魚を食べてみました。びっくりしたね、多分生って。そう、でも味がちょっと違っていて好きになりました。これはなんか自然を味わう気になりました。なるほどね。実は私のお父さんも初めて日本に来た時に、生魚にびっくりしました。まあ、さっきも言った通り、ロシアでは、まあ、ベラルーシもそうだけど生魚食べないんですね。だからお父さんも日本では生魚食べれると知らなかった。一応、ロシアとベラルーシでは寿司とか、あと、まあ、寿司っぽいロールとか食べれるんですけど、使ってる魚は、まあ、塩漬けとか、まあ、多分そういうような加工された魚なんですね。だからまあ、お父さんも日本に来た時に、まあ、そういう魚は使われてるのかなって思って、で寿司と刺身が出た時に、え、生？びっくりした。気持ちをよくわかります。文化が違ってるところが多いですよね。そう、でもそれは面白いんだよね。はい。でもナシタと違って私のお父さんは最初はちょっと抵抗がありました。なんか生魚って本当に食べれる、食べていいの、なんか怖いんだけど。まあ、結局食べたんだけど美味しいと言いました。でも最初はちょっと怖かったんですね、彼も。でも良かったです。美味しいし、なんか新鮮で、あとわさびと醤油との相性はすごくいいね。こういう食べ方も好きです。ベルシでもこのようによく食べています。そうだよね、私も。でも今はもう日本の寿司が恋しくなりました。
この時期も美味しいです早く行きたいなとよく考えています。そうだね、早く自由に行ける時期になるといいんですね。でも毎日気をつけましょうか、健康とか。そうだね、皆さんも気をつけてください。お体を大事にしてください。私たちも気をつけます。はいそしていい質の食べ物を探しましょうか。どこで探す？いいお店とかいいショッピングモールとか探しましょうじゃあ今日はここまでにします。はい、見ていただいてありがとうございました。はい、動画少しでも気に入ったら高評価とチャンネル登録お願いします。はい、また会いましょう。パカパカ。До побачення.